神奈川県の奈々さんからもらったありがち男子、どうでもいいことに命かける男子、ね、クラスの男子が俺これは知らないマジで命かけるなど本当に知らないことの証明でよく命をかけている私は心の中で命軽すぎないと思いながら見てましたということですね、うん、確かにね。でも安易にね命をかけるみんなどうかけてましたよ僕も、うん、言いますね、かけてたかけてましたかけてましたね。多分俺も45回ぐらい命かけてます結構かけてます ねそれだけ真実は惜しいんですよねきっと。そうそうそう、はい、本当に本当に嘘ついてないからっていう言葉のね付随に命をかけるっていう言葉を使っちゃうっていうことになりましたね。みんなちょっとどんなことでこう命をかけるって言ったことある？なんだろう、普通にもう適当なことで言っちゃってましたね。もう根拠ないことで逆に俺絶対午後雨降るよ、うん、命かけるわ。かけんなよそんなことに。めっちゃ晴れてんのに言ってましたね。らしいならしい言ってましたね。別に命かけなくてもいいところなのに命かけるって言葉を使っちゃってたと。使っちゃってましたね。わかるよ、はい、なんか振り起こしの時とか、うん、こっち右手だっけ左手だっけってなった時にいや絶対右手だよ、いや俺左手っていう意見が多い時、いや俺命かけるマジで絶対右手だからっていう、かけた、そういうのありましたね。でもたまにさ命かけてもさ信じてくれない時あるありますね、うん、命かけてんのにかけすぎても信じてもらえないありますね。俺そのタイプです。あ、そのタイプ。確かに命をかけられてもあの信じてもらえないタイプです。あ、信じてもらえない方。はい、命はかけたことある？結構かけますね。ああ、じゃあ確かに。あ、じゃあかけてるイメージあるわ。じゃあ気が合うね。生きてるみんなはもう命をかけるタイプだと、はい、そうです。いいですね、わかりました、はい、キスマイレディオ始まるよ。こんばんは、キスマイフット2の千賀健人です。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしますキスマイレディオ、今夜はこの方々をゲストにお迎えしました。はじめまして、インパクターズのリーダー影山拓也です。ツーバキバキ椿大河です。横原優希です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。嬉しいね、キスマイレディオに。いや、おめでとうございます。ね、後輩の今ねちょうどねライブついてくれてるんですけど、はい、キスマイフット2の全国5大ドームツアーでね、はい、バックについてくれているということで、はい、インパクターズの中から3人がね来てくれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どう、こう先輩のラジオに出るってみんな経験したことある？何回か、何回かっていうか、まあ、それぞれ、それぞれ、一応、はい、あ、そう、はい、え、どのグループの誰のラジオとか。僕と影山は ABCG さんのラジオに、はい、出させていただきました。あ、そう、はい、はい、で僕と椿と影山で三宅健くんのラジオに出させていただいたことが昔2018年に。え、健くんとは関わりはあるの？滝沢歌舞伎で共演させてもらって、その時呼んでくださいました。はい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 。ということで今回キスマイの、はいはい、どうですか、緊張します？してないですね。まあまあ、そのストレートに言うのも失礼な話なんですいや、このキスマイさんのラジオに出させていただくって決まった時に、うん、その元井もいたんですよ。はいはいはい、はい、いて、明日出させていただくんだよねって言ったら、え、マジ？みたいな。え、MC 誰なの？千賀くんだよって言ったら、おなんで俺呼んでねんって。そこのスタンスだけちょっと鼻につくなんか自分で千賀くんにハマってると思ってますよ。そう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 。あのね、なんていうの、たまたまそこにいるだけなんだよ。全然ハマってはないんですね。いやいや、ね、返しも面白いし、はい、すごいいい子だなと思うんだけど、はい、俺はもっともっとそのインパクターズの他のみんなとどんどん絡んでいきたいなって気持ちもある中で、その一番近いところにいつも元井がいるのよそう、それだけなの。そうですね、あいつから来てますね。そうそうそう、このあいつから来てるところはあるじゃあ勘違いしてますね元井。ちょっと勘違い入ってるかもしれないんですけども、どうですかこのドームツアー4カ所終わったんですけれども、3人はメンバーと、まあ、なんかこう交流があったとか、なんかまあドームのその中の話でもいいんだけど、結構二階堂くんが、うん、裏でお話ししてくれる機会があるんですけども、なんかすごい途中で帰ってくイメージなんですよね。ああ、お話の
二階堂あるある僕は二階お話しさせてもらって二階とも食事途中に食事持って帰ってっちゃったんで椿君の話がつまんなかったじゃない。だからちょっと傷ついて終わってんの。なるほどね。あ、これ以上ちょっとこのまま持たないなみたいな風に思って帰ってっちゃったのかな。帰ってっちゃうんですよ。まあまあ途中なんですよね話は。それは椿と二人で話してたの。一回目は二人でお話しさせてもらってて、二、うん、回目は影山と二人でいたんですけど、なんか まあまあいいタイミングで帰ってきました。どんな話したのその時。どんな話しましたっけ。あ、でもその夏のライブのなんかこう構成のお話みたいなのをさせてもらってる時に、はいはいはい、はい、なんか最後ボソッと、まあ見に行かないけどねって言って帰ってていや見に行きますよこれは。いやいや、でもニカのツンデレの部分なんだ。そうですね俺たちには見せないのよ。意外といや見に行かないけどねみたいな、そんなちょっとツンツンしたところは多分後輩にちょっと照れ隠しじゃないけど、あ、なるほど、ちょっとこう多分みんなには多分気づかないところで見に行くと思うよ。うわ、あと楽屋挨拶とか行かないと思うから。なるほど、うん、気になってるんじゃないですか。いや嬉しいですよね。でも嬉しいですね。なんか出してあげれば出してあげバッグとかで。いやそんなそんな、それはさすがにあれですけど、できないです、できないできないか、はい、できないです。そっかそっか。でもそれでニカとの交流とかもあったりと。はい、はい、なるほど。なんかね、あの公式サイトで事前にメールを募集したところなんかたくさん質問が届いたということなので。うわ、すごい、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。後でちょっとこのメールを紹介していきたいと思います。はい、はい、今夜も最後までよろしくお願いします。それではここで1曲、8月17日発売 2 as 1初回版 B に収録されている新曲スモーキンホットが本日初解禁となります。キスマイフット2でスモーキンホット。やっべ、キスマイフット2、キスマイレディオ。改めましてキスマイフット2の千賀健人です。インパクターズのリーダー影山武也です。椿バキバキ椿大河です。横原裕樹です。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしてますキスマイレディオ、番組に届いたお便りを紹介するキスマイメッセージのお時間です。ちょっとあのメール紹介する前にそのあの、はい、はい、ツーバキバキって。いや僕もちょっと笑っちゃう。ありがとうございますよね。あのやめれる？やめれる？何とかじゃなくてやめれる？うん、やめれる。なんか一人だけリズムが違くて結構あのテンポ感は大事に言ったんですけど。本当。なんかまあそれぞれあるの、はいはい、そういうなんか言い方みたいな。いや彼だけです。僕だけですね。あ、そう。なんかそれってちょっとごめん、普通歌を読む前にさ、はい、ちょっと俺からちょっと質問なんだけど、はい、そのなんでそういうのを考えようと思ったの？あの結構大事だと思う。いや、そうですよね、うん、はいはい、なんかその覚えてもらうため、うん、ニュースさんのツアーに付かせていただいた時にまだグループ名もない状態で出させてもらった時に、はいはい、急遽こう MC で名前を言っていいよっていう、うん、チャンスをいただいたんですよ、うん、でその時になんかただ名前言うだけだとやっぱり知ってもらえないだろうなと思って、で、まあ、筋トレ僕好きなんで、うん、結構胸筋大きいんで2つの筋肉がバッキバキツーバキバキこれだってなって、その時その一瞬で思いついたってこと？そうです、そうです、瞬間にこれしかないと思ったね。すごいね。僕5人目ぐらいだったんですけど、うん、1人目の時から頭フル回転させて、はぁ、すごいなぁ。それを未だに擦ってるっていう。擦ってますよね。あ、そう、はい、ちょっとまあこの後からはもうやめていただきたいすごいけど、そういう経緯があったんだね。そうなんですよ、初めて知った。なるほど。だからそれポーズも必要なんじゃない？バキバキ。いや、あります、あります、あるんだね。ちなみにあのドームツアーの最後の紹介の時にはやってます。なるほどね、はい、見てはないです、千賀君見てない。ちょっとなんかあんまり印象にないやばいやばい。あ、そう、はい、ちょっとじゃあ次注目してもらいたいと思います。じゃあ来てるメールをちょっと読んでいこうかな。お願いします。神奈川県のリコさんからいただきました。リコさん、はい、千賀くん、影山くん、椿くん、横原くん、こんばんは。こんばんは。私はキスマイのドームツアーで初めてインパクターズの皆さんを見たのですが、ありがとうございます、ありがとうございます。あまりにもフレッシュで眩しかったです。嬉しい。嬉しいですね。千賀くんはキスマイのダンスとサイコパス担当なんだのですか。そうなんですか。うっせえか。多分これです。ということで、皆さんはインパクターズの何担当なのでしょうか。よろしければ教えてください。確かに。インパクターズにもそれぞれ担当があるよねって話かな。はい、そうですね。何担当なのこの3人は。何担当？影は。僕はあのまあ、 あのリーダーをやらせていただいてます。そうだよね。はい、でもさ一番さ抜けてるよね。本当ですか？なんか一番ちょっと
そうだよねって感じの、はい、本当ですか、まあ、抜けてるよねっていう感じの立場なんか俺はそういうイメージ、それが明るくて可愛いなっていうイメージなの、うん、よかったです、うん、自覚は全然ないんですけどないんだえどうみんなはそれにめちゃめちゃ抜けてますよそうだよね、はい、やっぱり人柄でこう引っ張っていくタイプのリーダーですねああなるほどね、はい、みんなで支えていこうみたいな東京リベンジャーズ的なまさにそうですそうですそうですなんかちょっと明るくて、はい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 、みんなをこう和やかにしたりとか、はい、そうですね頑張っていこうよっていうね、はい、いや嬉しいですねそう嬉しいよねめちゃめちゃ嬉しい、うんはい、リーダーなんだリーダーやらせてもらってます椿は僕元気です横原待ってくださいよ広げなくていいんですか大丈夫ですか、うん、元気って何元気担当です元気担当って何なの明るいエネルギッシュな、パフォーマンス面でもこういうおしゃべりでも一人うるさいやつがいた方がいいじゃないですか、うん、あそうなの、うん、でもうるさい感じじゃないじゃん結構しっかりしてるじゃん椿そうなんですよ先輩の前だとそういうの出せないんですよそうなんですよカメラ回ったりするとあ普段は違うのそうなんですよそうなんですよ普段は一番うるさいんですよえうるさいってどういう話をするのなんかまあどういう話っていうとあれだけどそのなんていうの元気なんて言うんだろうキャラが元気の人ってさ、まあ、ちょっとそれこそ抜けてる感じのタイプじゃないの、はい、なんか楽屋をなんかこう本番だと思ってかかっちゃうあで本番はもうガチガチになって逆に喋れなくなっちゃうタイプなんであかわいいねそうなんですよそうなんですよあまりその椿くんの、その元気とかっていうのはまだ知られてない可能性がありますねあそう実はめちゃめちゃ本当に元気なんですよムードメーカーといいますかインパクターズのあムードメーカーなムードメーカーですねあじゃあ楽屋ムードメーカーだ楽屋ムードなんか嫌ですねその響きじゃあ楽屋元気だそう楽屋元気でいいじゃないですか楽屋元気は嫌だよ楽屋元気何にもいいことないじゃん楽屋元気いいじゃないですか楽屋元気いいけどなただの陰キャじゃないですかちゃんと次からさその楽屋元気担当のっていうふうに確かにそうすればそう納得しますグループ7人しかいなくて楽屋元気担当は弱いじゃないですかいや弱くないむしろ元気担当より強い、うん、気になるもんなんかそうあの楽屋で元気なんですけど本番だと緊張してあんまりその元気を出せないんですよっていうことをちゃんとこう話すとむしろ好感度が高まるんですよ、うん、あ今日を機に元気担当を辞めて楽屋元気担当に楽屋元気担当した方がいいですよ、うん、いただきます楽屋のドアをから一歩出たら元気じゃなくなるっていうのをキャッチフレーズにめちゃめちゃおもろいんでちょっとそれやりますちょっと頼みます、はい、横原は僕はもう顔面ですね自分で言うな俺らが言うから、ね、顔面です僕はなんかマスクしてたらかっこいいもんねおい、おいおいでも俺は思ったんだけど、はい、そのリハ場で横原を見てる横原の顔よりも、はい、本番で抜かれた時 の, あのカメラにねあ、はいはい、あの横原の顔の方がかっこいいあ、うん、あ、あれですだからすっごいすごいカメラ映りいいね言い方すごいっすねなんか本番映えるとかでもいいのにすっごいカメラ映りいいねあんま気よくないですねよくないよ な, なんかあんまりよくないか、はい、いや羨ましいよ、ね、ありがとうございますでもやっぱかっこよ、まあ、かっこよかったパフォーマンスしてる姿がすごくかっこよかったしありがとうございます、うん、やっぱ歌もうまいじゃないいやありがとうございますそう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 なんでその自分でかっこいい担当とか言えんのいやいやまあかっこいいからっていうのはありますねシンプルにでもすごい自分で自信があるんだあめちゃめちゃ自信ありますね僕どんな時についたのその自信は昔からちっちゃい頃からありますね僕あ俺モテんなみたいなかっこいいし何でもできるなって俺って思ってます、ね、モテるなって どれぐらいモテたのじゃあその小学生とか中学生とかバレンタイン最高5個もらいましたねマジでモテてないだろそれは、ま、いやもう爆モテじゃないですか、はい、5個もらいました5で言ってんの5個もはい5個ももらいましたそっちなんですか反応すごいわ逆に千賀くん何個だったんですかすごい5個5個もらいました、ね、いや行ったね5で行ったんですかいや5個すごくないですかすごいな僕静岡の田舎出身なんで、うん、それで5個は相当っすよあそっかそう、はい、もうあと2人ぐらいしかいないもんねいや静岡をいじるな静岡いじるなあごめんごめんごめんそうはい
んかちょっとまだ未完成のキャラかなと思いますけれども、未完成のキャラ、まだちょっとかっこいいっていう言い続けて、その理由とか経歴とかちょっとふわっとしてて、ちょっとまだちょっと弱いなっていうキャラクターと思いますけども、あれ、うん、しいな、だけどいいと思うよ。あ、ありがとうございます。やっぱね、そのジュニアの時からそこまで振り切ってるやつってなかなかいないから。ああ、いや、だからいいと思うよ、そういう。あれだ、それぞれキャラがしっかりありますね。いや、もうありがとうございます。リーダー、はい、楽屋元気、楽屋元気あとかっこいい、かっこいい、はい、ということで以上キスマイメッセージのコーナーでした。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしましたキスマイレディオ。ここで僕たちキスマイフット2からのお知らせです。キスマイフット2の全国5大ドームツアーが現在開催中です。次の公演は8月10日11日の福岡ペイペイドームの公演です。来ていただけるという方は楽しみにしていてください。キスマイフット2のニューシングル2 as 1が8月17日にリリースされます。そしてこの楽曲が主題歌となる玉森裕太主演のテレビ朝日系金曜ナイトドラマナイスフライトは現在放送中です。インパクターズのみんなからもお知らせをお願いします。はい、サマーパラダイス2022が東京ドームシティホールで開催されます。インパクターズの出演は8月19日から8月30日までです。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。アドレスは kiss@joqr.net kis@joqr.net です。ということで、あっという間ね、はい、もう1回分終わりですよ。早いですね、うん、早いね。ちょっとまだまだいっぱい話したいことがあるんですけど、そうそう、結構ね、そのメッセージは来てたんだけど、はい、ちょっと1個が膨らみすぎちゃって全然話せない。すみません、ちょっと楽屋元気ちょっと引っ張りすぎましたね。ちょっとでも楽屋元気面白いから、ね、面白いですね。うん、今後はちょっとね、どんどん言っていってほしいなと、はい、言っていきます、はい、思います、はい、でインパクターズの3人にはね、来週もお付き合いいただきますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしてまいりましたキスマイレディオ。それではまた来週水曜深夜12時過ぎにお会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。千賀くん、影山くん、椿くん、横原くん、ありがとうございました。ね、あまりラジオ経験がないというインパクターズの皆さんをね、千賀くんがもう MC をね回してくれてましたけども、皆さん頑張りました、はい、お疲れ様でした。ということで、さあ、まゆちゃん、はい、まゆちゃんどうですか、ラジオ経験がない、例えば5期生の後輩とかが来たら何かアドバイスとか言うんですか、はい、アドバイスですか。うん、まあでも楽しんでやれば何事もうまくいくと思うので。なるほどね。はい、楽しむことが一番大事だなと思いますけど。ね、ぜひとも楽しみにしてますよ本当に、はい、さあ来週のキスマイレディオもですね、千賀くん MC で、ジャニーズジュニアインパクターズのね、影山くん、椿くん、横原くんが、ゲストで登場しますので楽しみにしていてください。皆さん来週もよろしくお願いします。もう大人だもん、チャレンジまゆたんが文化放送から生放送レコメン。しかし可愛いジングルですね、チャレンジマユタン。ありがとうございます。ありがとうございます。トリマーもね。あ、はい、そうですね、さすがチャレンジマユタンですよね。はい、ワンちゃんもすごくこう気持ちよさそうにね。いや、でも本当にすごいいい子だったんです、あの子が。ねえ、俺もそんな感じで切ってもらいたい、そこ見てね。丸坊主ですけど大丈夫ですか。ところどころ残しながら。さあ、メール紹介しましょう。東京都、はい、ラジオネーム、揚げパンが残ったクラス20歳。ありがとうございます。一ノ瀬美久ちゃんは5期生の中でもぶりっ子担当と言われてるほどなので、うん、たくさんのぶりっ子を体験できるレコメンは彼女にぴったりだと思います、うん、っていう。まあ、まえちゃんもぶりっ子道を極めた人間からするとどうですか。いや、でも本当にこう番組とかでそういうぶりっ子をしてる姿を見ると、うんうん、あ、やり慣れてる感はちょっとあるので。やり慣れてるすごい上手だと思います。そうですか。ただレコメンのぶりっ子って正統派のようで正統派じゃないというか。あ、そうなん、ちょっとなんか変化球というか。ね、ちょっとよくわからないの来るじゃないですかね。やっぱりでも今日初めて聞いたリスナーもいるからな、どう、何を言ってんのかなってやっぱなっちゃうから。そうですか。まゆちゃん、今日はこのお洋服、なんていうお洋服になるの？これ、ワンピース。ワンピース、そのワンピースをぶりっ子で可愛くできることって、まゆちゃんしかいないと思うんだよな。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。これですよ。これが、どうなんだろうな。一ノ瀬さんいけんのかな。あ、いけると思います。いけますか。いないよ、こんな。
短時間で。早いですよ。いや、ワンピースって言っただけなんで。ワンって一回ワンちゃんでさっきのね。そうですね。あの、チャレンジマイターが振りなのかと思うぐらいね。はい、ワンってありましたね。ねえ、すごいな。伏線を散らばめるからな。そんな。鹿児島県ラジオネーム、アンパンを机にスパーキングからいただきました。ありがとうございます。僕は真夏の全国ツアーの福岡公演に参加させていただきます。うん、そこでレコメン T シャツを着ていこうと思ってるんですが、ファンの方の服装はステージから見えますかっていう。あ、でも、見える人は見えますね。あ、本当ですか。はい。じゃあ着てってもしかして気づいたらっていう。まいちゃんレコメンは知ってる？レコメンという。あ、知ってます。大丈夫だよね。はい、今、ここですよね。ここ、そうそうそう、再開。知ってるの、物知り。で、レコメン T シャツっていうね、はい、ものがあるんですけど、まいちゃんにも確か渡した気がするんですけど。はい、持ってます。ねえ。それをもし、あの、リスナーが着てきた場合、あれぐらいはしてくれますか？あ、もちろん、もちろん、気づけば。何そのポーズとは言わないよね。その T シャツとは言わずに。言わないです。あれごめんっていう話してくれるってこと、はい、ちゃんとレコメンポーズもちゃんとするので私は。あら、嬉しいね。だからそういう意味では着てた方がもしかしたら気づいてもらいやすいかもしれないっていう。そうですね。なんか私のラジオ聞いてくれてるのかなっていうのは、うん。嬉しいね。感じ取れるので。うん。でもただメンバーの中にはね、レコメンを嫌ってる人がいるからそこは心配ですけどね。いるのかな？いない、そこいないでしょ、最後。いるのかなじゃないよ。あ、そうか。何人か思い浮かぶのはやめてくださいよ。いやいや、いない。思い浮かんではないです。いない。思い浮かんではないですよ。もし直接的に言われたとしても、聞いてないって言ってくださいよ。知らないって。はい、誰々と誰々です、みたいな。やめてくださいよ。いやいや言わないです。いないですから。言わないじゃない。そうだ、いないだよね。いないですから。言わないですは違う。大阪市ラジオネーム、毎度山本ですからいただきました。ありがとうございます。先ほど、猫舌ショールームに、うん、4期生の、筒井あやめさんと、柴田ゆなちゃんが出ていて、うん、ついさんが、まゆたんは絶対に料理しないと言っていたんですが、うん、本当に一切料理しないんですかっていう。お、ま、絶対に、ま、しようと思えばできます。しないな。いや、いいんですよ。いい、全然構わないと思うけど、もし、じゃあ、ね、取材でね、はい、あの、アップトゥーボーシャの取材で料理作ってくださいって言ったら何作る？あ、オムライス作ります。オムライス、まあ、確かにいいよね。オムライスはすごく得意です。得意なんだ。はい。苦手な系は何？苦手系ですか。でも作ったことない料理が多すぎて。なるほど。まだ何が唐揚げいける？唐揚げ。あ、でもいけると思います。危ないからやめときな。いやいや、でも、あの、私のお母さんが作るカレーがすごく美味しくて、うん、大好きなんですよ、うん。よく作るとこ見てるので。いやいや、あの、まだかなで待ってるだけでしょ。まだかなで待ってるだけで、ぜひお母さんに教えてもらってね。はい、やっぱりそういうのできたらまたいいですもんね。はい、でも本当にすごい、本当にしないって言われてても、動じないもんね。まあ、そうです。普通こうできて、しますよーで取り戻そうとするけど、そうですねっていう。いや、嘘はつかない。どんと構えてる。さすがです。うん、作らない。神奈川県ラジオネーム、ロッキー鍋からいただきました。ありがとうございます。夏は部屋を暗くして、食べ物や飲み物を準備して、家族でホラー映画を見るのが好きなまえちゃんに質問です。はい。のりさんと五軍リスナーにおすすめのホラー映画ありますか？別に俺は外していいですよ。俺はまあ、ホラー映画苦手だからもう、お前じゃそんなことすんの、はい、はい、ホラー映画大好きです。飲み物と食べ物用意して。そうですね。どのタイミングでホラー映画で食べるのさ。どのタイミングでも常にです。そうなの。映画館のように。なんかおすすめはあります？おすすめですか？俺見ないけど多分。見ない。そうですね。私結構好きだったのが、シリーズなんですけど、ファイナルデッドなんちゃらっていう、なんか、うん、ファイナルデッドコースターとか、ファイナルデッドサーキットとか、なんかそう、シリーズがありまして、そのシリーズは好きで、よく何回も見返してます。どういう系？なんか主人公の子が、その予知夢みたいのをして、うん、みんな死んじゃうんですよ。なんていう予知夢よ、それ。で、うん、それを予知したことによって、それを回避するんですよ、一回は、うん。その、みんなが死ぬっていうのを回避するんですけど、そこからまたその運命で、絶対死ななきゃいけないみたいな運命があって。もう絶望じゃない、そんな。そう、予知夢の中で、こう死んでった順に、その違う、こう、死に方で死んでっちゃうので、それを阻止するために、こう主人公がいろいろと奮闘するみたいな。はぁ、厄介だね。でも、今の話聞くとそんなにホラー感はないけど。そうですね。ホラーというか、なんて言うんですかね。本当になんかこう、なんか不思議な感じだよね。うん、でもそれがすごく
なんか面白くて。へー、それで言うの系あんまり興味ないですか。いやいや、そういう系、その、なんとゾンビ出てきたりとか。あ、でもそうです、ね。殺人鬼出てきたりとかじゃないのね。そうです。でもそっち系も好きです。チャッキーとか、チャイルドプレイ。なんかもう、ねえ。そういうなんか王道なやつも好きです。あ、そうなの。はい、ゲラゲラ笑うのそれ見ながら。ゲラゲラ笑わないですよ。そんな。ついに明日、全国ツアー神宮の、当落です。まゆたん、当たるおまじないかけてくださいっていうね。いけますか。はい、いけます。早いよ。早いですね。発表があるんだね明日ね。はい、お願いします。なつきちゃん、絶対に当たりますように。ありがとうございますね。これみんなの分も含めて言ってくれたみたいなね。そうですね、まあ、こればっかりはもうしょうがない運ですからね。あ、ですけど、まあ、当たります、ね。大丈夫です。当たります。大丈夫です。根拠はないけども、毎日当たるって言ってるんで。頑張ってくださいね。やっぱみんな楽しみにしてるんだね。そうですね。ありがたいですね。嬉しいね。長崎県ラジオネーム、ヤーパンマンからいただきました。ありがとうございます。田村ディレクター、あと3分ですよ。を可愛くお願いします。っていう。やっぱ10時代からね、舞ちゃんさっきも言ったけど、ずっとディレクターやってくれて、はい、1時間やってくれて、やっぱり今の時間になってくると、やっぱ、いつものディレクターと違うんだなってのが、やっぱ分かるのかね、その。あれね、いけるから、やっぱ、まゆちゃん、10時台俺乗ってたもんね。あ、乗ってました。あ、嬉しいです。だから、今度はもう一回、まゆちゃんの、その、俺しかね、聞いてなかったから、あと3分です、みたいな。あ、ピッてやって。はい、ピッてやってです。お願いします。ピッ。あと3分ですよ。かしこまりましたってやっぱ言っちゃうもんね。言ってましたか。言ってましたっけ。そんなこと言ってました。言っちゃうよね。ずっとまゆちゃんの星を見てなかったもんね、今日ね。本当に。さあ、ということで、引き続き皆様からのメッセージをお待ちしてます。あっさきはまゆちゃん、お願いします。はい。メールアドレスは、レコアットマーク、joqr.net、レコアットマーク、joqr.net です。さあ、それではここで一曲お聴きください。まゆちゃん、曲紹介の方お願いします。はい。7月26日にお誕生日を迎えた山下美月さんがセンターの楽曲です。乃木坂46で、僕は僕を好きになる。